った、ということで、本日ねクライマックスシリーズファイナル、オリックスがねロッテに勝ちましたことによって見事オリックス日本シリーズ進出が決定しました。そしてそれと同時に、来週からの日本シリーズオリックス対阪神タイガース、この組み合わせは史上初ですね、決まりました。よっしゃしゃ、なんか隣に怖い二人がいるんですけど、あ、スイングだよ。大ちゃんやん。なんですかこれは。大ちゃんって誰？スイングって誰？誰やん。そう、何、あー、あれか、あの森本三上健三路線ってやつ。既視感あるぞ、なんか負けた時だけするサングラスのやつ、これ。いや、ヒゲついてないし。あー、いや、そうなんやけど、その別人格路線一緒やん。あっちもパクってるやん。すいません。はい、で、これどうでしょうか、今日の試合については。まあ、はい、負けはしましたけど、ね、藤原選手にもホームラン出ましたし、ポランコ選手も打ったから、うん、はい、まあ、よくやった、まあ、ネガティブ要素はないかな、うん、はい、負けはしたけど、悔しいけど、来シーズンに向けてのもうスタートができてるんじゃないかなと、はい、思いました。まあ、ロッテもね、いや、正直ね、ロッテもいいチームでした、本当にね、初日に山本由伸から5点、びっくりしたし、シーズン中でそんなことほぼありえないから。いや、本当にロッテの勢いっていうのは感じたしね、やっぱりね、今日も最後の最後まで分からん試合、最後ポランコ選手にホームラン打たれたりとか、本当にロッテのその底力ってのを見せてもらいました。本当に素晴らしいチームでした。最後吉メグで終わったな、そういえば。はい、うん、いっちゃいます、いっちゃう、この空気でいく、この空気でいく、ラララララララ、よしべ。はい、いや、本当にね、俺明日東京湾け、明日東京湾、俺沈められんの、俺わかんない、それは。ごめんごめん。いや、俺はここで東京湾に沈んでられないですよ、はい、来週があるんですよ。いや、本当にね、このロッテの本当にチームの魅力、CS ファーストステージホークス戦、最後は藤岡選手の同点スリーラン、安田選手のサヨナラタイムリー、現地で見に行きましたけど、ほんまに実際感動したし、マジで。あれは感動した。感動した、ほんまに、うん、大ちゃんやないかい、お前スイングやないかい。いや、ほんまに感動したし、やっぱロッテっていうそのね、素晴らしいチーム、素晴らしいサポーター、うん、の、まあ、こんなこと言ったらおこがましいけど、まあ、気持ちも背負ってね、それに負けたホークスの気持ちも背負って、うん、パリーグも背負ってオリックスには戦ってほしいし、そしてなんといっても関西代表は俺たちだと、関西で一番強いチームは俺たちだと、そういう気持ちを持ってね、戦っていってほしいですよね。はい、まあ正直ね、B モリルの戦う顔がどうだとか、もう今年最初からずっと言われてましたよ。 WBC 終わってから B モリル今年全然戦う顔してへんとかね、もういろいろ言われてきたよ。俺もなんかもう どないしたらええんやって話でしたけど、そういうことです。B モレルのバトルフェイス、すべては日本シリーズのためにやったと、そういうことですね。来週から、B モレル関西で、ほんまにウルトラスーパーマックスバトルフェイスで臨みますんで、なんかね、チケットの方もなんか運よく当たりまくりまして、1000メイク回全部取れたんですよね。はい、なんかね、そう、なんかすごい運、めちゃくちゃ運、なんか 全落ちしたみたいなね、話がほとんどで、そんな中めちゃくちゃ当たりまくって、なんかあれなんですけど、はい、とりあえず来週関西乗り込んで、ほんまに今年一のバトルフェイス、今年のバトルフェイスの分全部ぶつけに行くんで、はい、ようやくこの時が来たと、はい、って感じっすよ。マジで震えて眠れ。これで運使うなよ。おう、当選しただけで。そんな怖くなること言うなよ。あんま考えてなかったわ。当選しただけでの運使うなよ。あんま考えてなかった、そのこと。勝利が全てだぞ。怖いな。勝利必勝っすよ。ほんまにそうだ。いや、ちょっと、ロッテファン、オリックスを応援していただけるとありがたいんですけど、どうですか。
いやもう俺らはシーズン終わったからね、うん、もう来年に向けてもうやるしかない、はい、それだけ、まあ、やるしかない、まあ、それぞれね、まあ、目標はありますから、はい、でもモレルさんはバトルフェイスですよね、当然バトルフェイスです。かけてみ、もうこれが B モレルよ、うん、サングラスつければより戦う顔してると思いませんか、うん、サングラス自分のあんねん自分のあんねん俺が一番しっくりくるやろ、はい、誰が一番似合う一番似合うかな、まあそれぞれねバトルフェイスで、来週からビーモレル、京セラドーム甲子園で、ほんまに、燃え尽きて燃え尽きに行きますんで、はい、今年最後の最初で最後のバトルフェイスマジで見ときよ、そしてロッテファンありがとう、はい、頑張ってください、頑張ってください、ほんまにねこの2人の戦う側も背負って来週から、戦に行きますんで、うん、マジで、阪神タイガースよ、うん、関西で一番強いのは俺たちだと、パリーグだと、はい、フルテブレー人気だ、負けても実力では負けないです。来シーズンチャンピオンフラッグを取りに行くためにモリンツファイティー。